どうもいらっしゃいませ、ゆるぎやしみのしみです。今日は久しぶりにすごくいい天気です。すごくいい天気で、まあ、休日なんで岡本太郎店に行こうと思ってっていう動画です。よろしくお願いします。ゆるぎやしみ、今表参道について向かっていきたいと思います。ということで到着してしました。あのなんだかなら初めて来ます。行ってみます。あの初めて入ったんですけれども、なんか店内の撮影が全部 OK で、外も OK だそうです。あと こんな感じでスリッパに履き替えるそうです。すごいです。入ってすぐなんですけれども、もうめちゃめちゃ楽しい感じです。めちゃ面白い。しかも今日日曜日なんですけど、あんまり人もいなく、すごくあのくつろいで楽しめます。とりあえず映えという感じで撮っておきます。すごいなんか庭もなんかいろいろあってめちゃ面白いです。なんかこういう奥の方までぎっしりあります。ということで、あの中も外も面白かったです。とりあえず一回帰ります。はい、ということで戻ってきました。乾杯です。いや、よかったです。なんか、別に僕そんなに岡本太郎さんについて何か知ってるっていうわけじゃないんですけれども、この前、なんか珍しくあの青山歩いてたら、発見したんですよ。わっと思って。でもその時はちょうど、あの、やってなかったですよね。閉館っていうかなんか、その、お休みだったんですよ。こんなのあるんだと思って、で、今日、ちょっと改めて行ってきました。面白かったです。これ。しかも入場料も別にそんなにさ、一般で650円とか、めちゃめちゃ良心的です。で、中は、あの、靴を脱いで入るスタイルですごいリラックスできる。そんなにその人もいっぱいじゃない。今日はあの日曜日なんですけれども、そんなに人いっぱいじゃなくて、気持ちよく見れました。で、なんか、自宅兼アトリエみたいなような場所だったみたいで、なんかもう展示してないけれども、作品がめっちゃ収納してあるところとかあって、なんかすごいワクワクするような空間でした。で、あの、2階、それが1階なんですよね。で、2階に上がっていくと、絵とか飾ってあって、あの、岡本太郎さんで僕その太陽の塔のイメージしかないから、
なんかこういう、何立体のやつを作る人と思ってたんですけど、絵もすごいいっぱいあって、しかも結構素敵だったんですよ。素敵でした。で、その中の絵と外もあって、で、外は庭なんですけども、庭にいっぱいオブジェ、でっかいオブジェがバババババってあって、普通に触ったりできるような感じでした。面白かったです。すごく面白かった。結構カジュアルに行けるような感じだと思います。で、お土産コーナーとかもあって、面白いものいっぱいありました。まあ、僕は今日何も買わなかったんですけれども、なんか太陽の塔のぬいぐるみ、ぬいぐるみじゃねえな、何？人形、フィギュアみたいなのも置いてあったし、あと T シャツとかも置いてありました。ただ T シャツはね、何から何まで全部すっごい微妙にダサかったですね。なんかそのダサいの振り切り方もダサすぎるわけでもなく、かっこいいすぎるわけでもなく、ほんと全部絶妙にすっごいダサかったです。なんで岡本太郎さん怒っちゃうんじゃないのっていうぐらい全部の T シャツは鬼ダサかったです。買わなかったです。あれちょっと一回考えた方がいいんじゃないかなって思いました。不満はそれだけです。あとはずっと楽しかったです。ってな感じで、フラッと行ってみても面白いと思いますので、ぜひおすすめでございます。という形で、今日の動画は終了としたいと思います。のんびりした感じで大変申し訳ございませんが、私の休日でした。ありがとうございます。古木休みでした。もうこの動画が面白かったよっていう人も見てない人もめっちゃつまんねえし、キモいしブスだし死ねよっていうやつもいるかと思いますけれども、全部ひっくるめてチャンネル登録をお願いいたします。泣いて喜びます。よろしくお願いします。